明日から富士へ行きますので、僕はやっぱりね、体調悪かったり体力がなかったり元気がない人、やっぱりみんなが気を使うと思うので、元気な姿を見せるためにも運動しとこうかなと。こういうとこ歩くと微妙に普段あの歩いてる場所とは違うので、足首のあたりとかいろんな関節が普段動かない形で動く。この散歩は好きですね。なるべく散歩っていうのはこの自然に近いところ、こうやって鳥のさえずり、もうちょっと夕方になるとあの秋の虫のね、あの合唱が聞けたり、から風の音を聞いてんだろうな。自然と触れ合いながら、あんまりいろんなこと考えちゃいけないとは言うものの、やっぱり歩いているといろんなことを考えてしまう。自分のね、あの仕事は回答のないあの決断をいっぱいしなきゃいけないと、やっぱり悩んで悩んで人より多く悩む、悩まずして行動せずして下した決断は失礼だなというふうに思っているので、あの自分としてはね、人よりも努力しよう、人よりもいろんなステークホルダーの顔を思い浮かべながら決断しようというふうに思っているので、どうしてもこういう時に考えちゃいけないんだろうけど考えてしまいますね。軸となるのがやはり自分としては創始者である豊田佐吉と、そして自動食器というインダストリーから自動車というインダストリーにモデルチェンジをした喜一郎。コロナにおいてあのいろんな人が右往左往していく中でもね、あそこの鳥たちとかね、この辺の木々はある季節が来れば花が咲き実をね、作り、そして何にもないように元気にね飛び回ってる鳥がいる。そう思うとね、人間だけなんですよね、右往左往してるのは。こういう時に何をすべきかということも感じれるし、だから僕はね、こういう自然の中で歩くのが好きですね。あと写真を写すのがね、結構センスがいいんです。昨日の夕方、これ綺麗でしょ、夕焼け小焼け。いつもね、僕の写真に必ず出てくるのは道なんですよ。道、隠れた僕の趣味。聞こえます？もう季節は秋、季節の変わり目に気をつけましょう。